今回は黒酢豚です。下味に卵を入れることによってしっとりした仕上がりにしました。これはめぞ。最初に豚肩ロースを一口大にカットしていきます。塩コショウ少々、紹興酒少量、卵を1個入れよく揉み込んでいきます。さらに片栗粉を入れてよく揉み込んでいきます。玉ねぎは一口大のくし切りに、パプリカ、ピーマン、人参は一口大の乱切りにしていきます。肉に下味をつけて10分ほどしたら、揚げる前に片栗粉をさらに入れて、170度の油で2分から3分揚げていきます。肉が揚がったら野菜も揚げていきます。同量に170度の油で火が通るまで揚げていきます。次にフライパンに合わせ酢を作っていきます。鶏ガラスープ 75cc、 黒酢 60cc、 醤油、紹興酒が各 15cc、 砂糖を 60cc 入れて加熱していきます。水溶き片栗粉でとろみをつけていきます。
好みの硬さになったら食材を全部入れていき、よく和えていきます。仕上げに香り付けのごま油を敷いていきます。黒酢酢豚完成です。